はい、皆さんこんにちは、ワネルギルビジです。では今回はアーツオブアイアン4第一次世界大戦モッド日本軍プレイの続きをやっていきたいと思います。前回はですね、ソ連と対戦して、これに勝利した後ですね、ドイツ率いる中央同盟軍とのですね、戦いが日本だけ取り残されてしまうという状況になりました。で、実際どういう状況かというと、今戦争中なのは日本だけです。で、相手国は中央同盟ですね。で、ドイツ筆頭にオーストリア、オスマン、こういった強国がいるというところです。で、実はですね、あの後、少しだけ進めていて、ウクライナがですね、ソ連を飲み込んでしまって、今もうソ連という国がこの地上から消え去ったという状況です。ただし、中央同盟軍との戦いは日本だけでまだ継続中というところで、少し実は行き詰まっていてですね、困っています。この戦争を終わらせるには、少なくともドイツとかオーストリアの首都、ベルリンだったりウィーンだったりっていったところに攻め込まなきゃいけないと思うんですけど、はっきり言ってドイツ、オーストリアでめちゃくちゃ強いです。どんくらい強いかというと、まずドイツ見ておくとですね、まず師団数が250以上320ぐらい。工場も150以上175。で、取れる、資源。これももう無限にあります、彼ら。こんな国とまともにガチンコで戦えないんですね。いくらソ連、ロシア大陸を飲み込んだ、我々、であっても、このユーラシア大陸、言うほど資源がなくてですね。じゃあ、今我々の資源がどれくらいあるかというと、石油がね、生産量142、もうこれ結構あると思います。アルミに関してはゼロ。ゴムに関してもゼロ。タングステンが18。鉄が400。で、クロムが883。で、例えば鉄一つ取ってもですね、ドイツは1500。我々日本は500未満ということで、ちょっとこれまともに戦っても、なかなか勝ち目がないよねっていう状況もあってですね、このままずるずると日本とドイツの間の戦争だけが長引くんじゃないかなとちょっと危惧してます。とはいえ進める以外に道はないので、一旦時間を進めていきましょう。この後どうしようかなと思ってるんですよね。海岸の防衛をきっちり行ってですね、ドイツ軍が強襲上陸をかけて日本をね、脅かしてくるっていう状況だけは絶対に避けなきゃいけないんですけど、それを鑑みた上でもですね、やっぱりちょっと厳しいかなっていうところなんですよね。いや、本当にね、ドイツの恐ろしさ、改めて、ここで実感というか学んでというか感じますね。本当に強い。で、軍の方はですね、ちょっと一部、編成を変えているというか、軍の中身を変えていまして、まずこちらがですね、戦車機構軍というもので、戦車を中心にした部隊。あとは機動装甲軍。これは自動車化砲兵、ですね、中心です。それに海兵隊。で、あとは、憲兵隊ですね。を新しく創設をしています。なんで、これらにね、師団を割り振っていこうかなと思ってます。それにしたって、ドイツに勝てる戦力ではない。残念ながらというところですね。それほどにドイツが恐ろしく強いということなんですけど、ドイツ軍とね、ここで封じ込めることはできるんですけど、ドイツの方に侵攻して、ドイツを屈服させるというのが、事実上不可能ですね。現状の戦力だと。なので、これを、どうにかこうにか、打開というか、変えていかなきゃいけないかなと思うんですけど、これがね、なかなかに苦しいですね。本当に。では、国家方針でね、それら打開できるかというと、唯一可能性のあった、強諸国陣営への参加なんですけど、これも終わっちゃってるんですよね。なので、これ以外に何か手があるかというと、実はもう何もない、ところになっていて、国家方針で、何か新しく、劇的に状況を変えるっていう術は残念ながら、もう用意はされていないという状態です。
もちろん、研究もね、着々と進めてはいるんですけども、何かが劇的に変わって、それによってドイツを屈服させられるだけの力が手に入るかというと、まあそんなに一長一短すぐ手に入るものでも、もちろんない、いい部分になっているので、本当に困ってます。まあ、とりあえず中国大陸からドイツ軍を追い出しましょう。それはやっておいて損はない。まあ包囲戦でね、ここは撃破していけばいいかなと思ってますね。まあ、包囲戦で撃破はできるんですけど、進めないっていうのがね、本当に辛いんですよね。戦争を終わらせたいんだけど、終わらせることが、ちょっとね、できない。その見通しが立っていないっていう状況なんで、何かちょっとね、考えていかなきゃいけないんですけど、ちょっと知恵が全く思いつかない。まあ、こんな感じでね、包囲はしてあるので、もう削り取ることはできるんですけど、この先がね、見えてこない。何も。で、MP っていうとあれだな。どうしてもMP っていうとバンコクの MP をどうしても想像しちゃうんですけど、憲兵隊ですね。じゃあ、中国大陸に侵入してきたドイツ軍の息の根を止めましょう。まあ、ここまではね、目論見通りというか予定通りというか特段苦戦するところではないんですけど、ドイツの戦争を終わらせる、その三段がね、ちょっとついていないんですよね。どうしたものかと。でも国王紙もね、時間の経過とともにずるずると全て入れていっているので、もう怖いものはあまりないかなというところですね。さあ、これでドイツ軍の追い出しが完了です。この大陸からね、ドイツ軍を追い出しましょう。で、そうすると結局戦い自体は続いているという状態になっているので、レジスタンスがね、常にはびこっているという状態で、まあ、そのレジスタンスに実は結構悩まされているっていうのもあったりします。なので、まあ、レジスタンス対策にだいぶ大掛かりな軍を割かなきゃいけないと。まあ、そういう諸事情もあったりしてですね、なかなか思う通りに、まあ、ことが運んでいないというのも、あったりはしますね。では、ちょっとここから一旦、レジスタンス対策含めて軍の展開を変えていきます。はい。そしたら軍のね、再配置完了しましたので、時間を進めていきましょう。まあ、レジスタンス対策中心に、あとは海岸の防衛ですね。まあ、ドイツ軍がね、強襲上陸をかけてきた場合に備えて、ということも踏まえて、軍の展開を行いました。なので、ここからまた再びですね、敵の侵攻に備えていこうと。いうところです。で、こちらから仕掛けるっていうのはね、ちょっと先ほどからお話ししてる通り、まあ、現実的ではないというところもあってですね、まあ、今はとにかく耐える。で、何かちょっと、まあ、他人任せな言い方になってしまうんですけど、皆さんから何か妙案をね、ちょっと出していただいて、そ
その妙案に従って、ちょっと戦い方を、まあ、ある意味見定めていきたいなというところですかね。なので、まあ、この間も、しっかりと、そういう意味で言うと研究は行っていってですね、まあ、来たるべき決戦に備えていこうというのは、まあ、変わらないスタンスではあるんですけども、どうしてもお話してる通り、ドイツ軍とまともにぶつかっても現状勝ち目がないところはあるんで、まあ、ドイツ軍にね、その無駄な戦いを挑むのではなくて、なんか違う方法で、この戦争を終わらせたいというところですね。お、一旦今全部のレジスタンスも鎮圧できたね。これは大きいな。レジスタンスに常に悩まされてたんですけど、そのレジスタンスがね、おとなしくさえなってくれれば、まあ、こちらとしても戦力を、まあ、改めてね、しっかりと整備しやすい状態になるんで、一旦海兵隊をこれくらいで、終わりにしておきますか。海兵隊に、まあ、貴重な人的リソースを割くのではなくて、一旦海兵隊、それと MP マッサージパーラーになっちゃいますね。憲兵隊の募集を停止して、代わりにまずはこの戦車部隊ですね。戦車部隊のところに、そうだな、新しく軽戦車部隊を前に突っ込みますか。これでどうよというぐらい立派なものになりましたよ、これ。で、前を砲兵で固める。いや、相当硬いぞ、この軍は。これを、用意しましょう。これをね、ちょんちょんと増やしていきます。まあ、次期大戦の主力になってもらう。まあ、そういう位置づけの軍としてね、活躍の場を期待しましょう。なので、これに伴って生産も、調整をしていきます。もう今すでにね、まあ、歩兵はかなり数が増えているので、ここはあえて減らします。で、代わりに、この、機動装甲部隊と名付けたこの軍。まあ、ここはね、足を、まあ、どうしても遅くするわけにはいかないので、自動車化歩兵を前に突っ込みましょう。まあ、一つ一つの軍がね、まあ、強くなっていくと。そういうイメージですかね。なので、ここにこんだけのね、まあ、戦力を割くという意味では、まあ、しっかりと、生産のラインもね、見ていきましょう。で、今見ているのは研究枠ですね。研究枠、これでももういっぱいいっぱいだよね。原爆。唯一、活路が見出せるとしたら原爆だ。ドイツに対して原爆作戦しかないぞ。いや、ただ5013日ってさ、これ今1924年なんですね。画面の右で少し小さいんですが。5013日かける、これはちょっとありえないな。さすがに。となると、まあどうしても現実的な研究を、まあ行っていくっていうことにどうしてもなってはいくので、いや苦しいね。ドイツと戦う力がないっていうのを、まあ認めた上で、どういう戦いをしていくかっていうところなんですよね。そしたら歩兵の、まあいわゆる装備をちょっと数を減らしていきます。で、代わりにね、歩兵だったり、まあもちろん飛行機だったり、っていったところに割いていきましょうか。今一番欲しいのは、装甲自動車。
戦車。なんだろう。って感じだな。輸送機。いやー、軽戦車だね。新しく投入したばかりなので、これは数欲しいもんね。よし。じゃあ、これで、生産のライン調整も終わりです。いやー、しっかりとレジスタンス対策したから、どうだろう。建設のパワーもだいぶ上がるんじゃないかな。建設のパワーが上がるとなったら、もう造船所ですね。これから先は。もうひたすら造船所を建てて、海軍戦力の増強を図っていきましょう。それで、海軍をね、世界一のところへと高みに持っていきましょう。うわ、人的資源がここで来ちゃったか。人的資源がここで来ちゃう。もう戦争してるっていう意味の強みで言うと、大規模徴兵から、この無際限徴兵に変えることができるっていうのは、かなり大きなね、アドバンテージですよね。無制限徴兵を発動しましょう。この国は、今も、そしてこれからも、永遠に戦地体制なので、ドイツ軍とね、何かしらの講和を結ばない限り、永遠の、本当に、戦時体制であるということに変わりはないので、ちょっとここはもうしょうがないですね。そしたら各将軍を昇進させておきましょう。指揮力余っちゃってるんで、もったいないですからね。まあ、とは言ってもね、しばらく、直接どっかの国と、まあ、戦火を交えると、いうことは、まあ、ありえないんで、まあ、ドイツ軍がね、力をさらに蓄えてきて、まあ、戦争を仕掛けてくるという可能性はもちろんあると思うんですけど、まあ、そういう意味でやっぱ海防ですよね、海防。海の防衛をしっかりやっておかないといけないんだけど。いや、ドイツさ、なんかどっかでなんか起きないかな。ドイツに対して、外交としてどうだろう、クーデターとか工作してみる？ワルシャワでクーデターが起きてくれさえくれればね、そこに再び介入のまあチャンスというか、そういったものが生まれ出る可能性はありますからね。まあ、ドイツも海軍、まあ、強いイメージはないですけど、まあ、この時点の日本よりははるかに多分強いんじゃないかなと思うので、まあ、そのあたりも本当に要注意ですよね。で、あとはですね、ちょっと注意しておかなきゃいけないのが、今、用意している戦力、というのは、時代とともにやっぱ陳腐化していくので、どうだろうね。今1924年なんですけど、このまま特に動きがなければ、どん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 新しいものへと、まあ、装備品をね、リフレッシュしていかなきゃいけないので、そのあたりもね、しっかりと、まあ、見ていかなきゃいけないところですよね。で、そうなってくると、やっぱり陸軍なんですけど、どこから手をつけるかな。まあ、戦車とかに力を入れていくべきなんだろうけど、いや、果てしないわ。本当に果てしない。はい。そしたらですね、今、ここまで進めてきているんですけども、空母。まだこの時点の空母というのは、実は、水蒸気型の空母、水蒸気を乗せる空母なんですけども、空母をですね、新しく、この、東郷さんの第一艦隊に配備しました。まあ、この1925年、この時点で空母を実戦配備した国って多分どうなんでしょう、あんまりないんじゃないかなと思うんですけど、まあ海軍もね、
順調に、まあ、増強がかかってきているという状況で、まあ、あの戦争で傷ついたインフラだったり工場だったりといった修復を行っているんですけども、その後はずらっとですね、ご覧のように海軍の造船所建設する予定です。なのでね、大海軍国家を目指していきましょう。あともう一つちょっと面白いことが起きていてですね、ドイツ第三帝国が我が国との不可侵条約を希望しているということで、ドイツ内戦に入りました。そしてよく見られたこのドイツのこの動きになってるんですね。ちょっとちょびひげ相当ではないようなんですけども、これはちょっと面白そうですね。中身見ておくとですね、ドイツがこんな感じで割れてます。西ドイツ、東ドイツという感じですね。なので、まあ、ここをね、うまく、まあ、コントロールすることができればいいのかなというふうには思っています。ドイツ第三帝国がね、まあ、ドイツを倒してくれればいいんですけど、ちょっと戦力見てみますか。ドイツ第三帝国なんですけども、まあ、戦力で言うと師団数が30ないぐらい。一方、うわ、ドイツ帝国はむちゃくちゃだわ。これ勝ち目ないよ。で、ウクライナに関して言うと、軍事通行権があるかないかで言うとないので、要求しても通らない状態ですね。まあ、なんで、火遊び程度ですね。ドイツ第三帝国は、このままだと終わってしまうでしょう。まあ、ドイツの内戦といっても、あっという間に、ドイツ第三帝国は、ご覧のように、消えていく定め。何も得るものはなかったな。ドイツ第三帝国がね、この間に、例えばフランスとかイギリスとかに支援を求めるっていう展開になれば、また話も変わってきたのかなと思うんですけど、そしたらクーデター工作で民主主義に、いや違う、ファシストだよね、やっぱドイツ第三帝国で、ある程度の領域大きめにですね、ちょっと取ってみたいけど、まあ、ファシスト、知れてるんだよな、ルクセンブルク。ちょっと一旦時間止めますね。まあ、どこで、その、軍事的放棄をするか。ラインラント。あとは、ベルリン近辺とかっていうのも結局難しい部分ありますよね。この辺とも植民地ですね。いや、もうひたすら削っていくしかないね、こうやって。まあ、ドイツ軍を内部から、まあ、崩壊させていくぐらいしかちょっと本当に思いつかない。いや、ドイツのね、もう一回皆さんにお見せしますけど、国力がやばいんですよ。師団数だって、まあ、ミニマムで262。で、マックスだと407。で、工場に関しても150オーバーですからね。ちょっとこの数字を見ておいてくださいね。この数字を見た上で日本がどうかというとこんな感じです。師団数165。もちろん師団編成の中身がね、充実してれば話は別だと思うんですよ。まあ、一つの師団、まあ、軍であったとしても、一個しか入っていない軍もあれば、まあ、さっき増強したみたいに、20個ぐらい入れて1個っていう、まあ、カウントの仕方はもろもろあるんですが、まあ、それにしたってこの差ですよ。工場の、まあ、大きさというか、一つとっても。まあ、唯一強みがあるとすれば、日本の方が海軍力が強い。まあ、だから、ドイツ軍がね、強襲上陸をかけて来られないように解剖をしっかりやっているっていう状態なので、陸自体になってたらもうあっという間に蹂躙されてますね。だから、まあ、ここをね、まあ、どうにかこうにかひっくり返すには何か手を打たなきゃいけないんですけど、ご覧の通りですね、もう陸軍の工場の数で圧倒されている以上はこの差はおそらく広がる一方なんですね。じゃあ例えば他のフランスとか見た場合どうかっていうと、フランスとドイツを見比べるとですね、これ
やっぱりフランスの方が少し弱いんですよ、ドイツに比べると。まあ、ただフランスに関して言うと、イギリスとフランスが、まあ、ある意味セットみたいなものなので、そうするとドイツに並ぶというところなんで、まあ我々、日本、まあユーラシア大陸のほぼ大半を手に入れたとはいえですね、この状態でドイツと戦うのは、まあ現実的にはちょっとありえないというところなんですね。どうしたものかなっていうところだな。もしやるのであれば、ドイツの、まあこういった植民地に対してダメージを与えていくっていうのはありですよね。ちなみにドイツですが、あ、ゴム140取れんのか。さらにゴム130。いや、これドイツの植民地を襲うっていう手はありだな。戦力を強めて。ちょっとこれは、検討したいですね。まあ、ウクライナを攻めて、ドイツとの国境をつなげるっていうのは愚策中の愚策だし、ウクライナと戦争を始めたら、ウクライナが、中央同盟国につくっていうのは検証済みなので、それはありえないんですよね。まあ、そう考えると、本当に内戦のタイミングでソ連に、まあ、介入できたというのは大きかったな。またちょびひげ総統じゃないドイツ第三帝国が生まれてるな。ちょっと確認しましょう。ドイツ第三帝国、いやードイツ第三帝国が勝ち目ないからな。ちょっとドイツ第三帝国の戦力見ると8から10、さっきよりもしょぼくなってるし、まあ、一瞬でドイツの前に粉砕されて終わりだな。見る影もなし。強襲上陸かけてきたけど、ここは海兵隊が守ってるので大丈夫ですね。海兵隊はそのためにそこの守りにつかせてある。なので海兵隊があそこを突破されることはまあないでしょうというとこですね。まあ、そういう意味で言うとね、本当に海兵隊をここにしっかり用意 してあるというのは大きいですね。ここですね、レニングラードのところ。ここには海兵隊はじめ、まあ、ある程度まとまった部隊がね、しっかりと敵の強襲上陸に備えて、駐屯しているっていう状態ですね。この辺り結構辛そうだね。供給量と、消費量を考えると。まあ、攻め込まれないためにという意味ではしょうがないんですけど。まあ、根こそぎ徴兵の一歩手前。無再現徴兵ですかね。そうだね。無再現徴兵に今してあるので、軍はどんどこ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 増強していくんですけど、それにしたってドイツとの差は埋まらない。まあそんな中ですね、まず歩兵部隊の方なんですけども、少し編成を変えました。さらに、ご覧のようにですね、軽戦車を並べる形に歩兵を入れて砲兵を入れたという形に変えました。これで1個あたりのね、本当に力は増したかなというふうに思ってます。で、代わりにといっては何なんですけども、じゃあ、純粋な歩兵っていなくなっちゃったよねっていう話になるので、ここに関してはですね、新しく、まあ新しくでもないのかな。
山岳兵をね、組織していきたいなというふうに思っています。では、編成改正から複製です。で、ここに対しては、歩兵で、山岳兵。山岳兵に、山岳兵。山岳兵に、山岳兵。で、まあ、山岳兵で、ここを固めてしまってですね、まあ、これは新しい歩兵部隊というような、まあ、ある意味位置づけにしていこうかなというふうに思っています。まあ、整備はいらないかな。整備する、整備品が残念ながらないので、だったら偵察中隊入れて、こんなところですかね。これで山岳兵という形ですね。まあ、なのでこの山岳兵も、まあ、ある意味特殊部隊であることに変わりはないので、この特殊部隊ね、組織してですね、これを歩兵部隊の代わりという、まあ、ちょっと贅沢なね、まあ、使い方をしていこうかなと思ってます。で、まあ、その代わり、歩兵に関してはご覧の通り、だいぶ重い形にしました。で、憲兵に関してはご覧の通りね、MP1 個入れただけです。で、こちらは機動軍ですね。そして、ここが戦車部隊。戦車部隊もね、だいぶ硬く攻撃力も高い部隊へと仕上がっているんじゃないかなと思います。はい。というところでですね、本当にちょっと行き詰まっちゃってて困ってるんですけども、もしこのままプレイを続けるのであれば何もしないで、時代をずっと進めてですね、まあ、日本軍の国力をしっかりつけていく。その上で、まあ、ウクライナを経由してドイツとの戦争に臨んでいくっていうのが、まあ、ある意味、唯一考えうる手段なのかなと思うんですが、まあ、それにしたってね、もう一度ご確認いただきますけども、我が国、日本の国力、軍事力、例えば師団数172に対して、ドイツは、うわ、さらに増えてる。370って。ちょっとこれ勝ち目ないでしょうよっていうね。まあそれくらいの数に差がどんどん開いてきてしまっているので、ちょっと考えものですね、本当に。どうしようかな、というところかなと思います。はい。では今回ここまでさせていただいてですね、ぜひちょっと皆さんから、ああしたらどうか、こうしたらどうかというね、アドバイスいただけたら嬉しいなというふうに、そのように思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。